おはようございます。11月23日第94回大仲かわいいアニマルラジオになります。今日はね、あいにくの祝日なのに雨ということでねまあちょっとなんか残念なような天気なんですけど、昨日ね、ちょっと配達のあれで、カメランド樋口さんに帰りちょっと寄ってきました。今日の夕方ね、その動画を上げようと思っていますんで、面白いんでね、ぜひ亀好きの方は、まあ、見てみてくださいというか、まあ、一部しか紹介していないので、まあ本当に行くとね、あ、この店亀すげえなっていうような感じなので、ぜひね、カメランド樋口さん、あれは鴻巣になるんですね。17号からね、ちょっと入ったところにあるんで、行きやすいは行きやすいと思います。で、土日はやってて、他の平日は予約制みたいな話をしてたと思うんで、まあお店に問い合わせてみてね、行くといいのかなと思っています。まあ本当に亀が好きでね、ずっと亀を飼育してきて、でいろんな亀を増やしてっていう方なんで、まあやっぱりそういう人のね、お話、特に今の時代だとね、入ってこない亀とかがいっぱい入ってる時代をね、生きてきた方なんで、まあ面白い話が聞けるんじゃないかなと思います。そして現役で今もね、どんどん亀を仕入れて、面白い亀がね、たくさんいるっていう、素晴らしいお店さんなんで、店主さんもね、すごい丁寧な対応してくれますんで、ぜひ、一度ね、店に足を運んで、まあ自分が好きな亀がいないか、まああとは亀ね、こんなのが欲しいんですってリクエストをしてみるのもありなのかなと思います。本当ね、昨日は面白かったです。樋口さん、ありがとうございました。で、僕は2匹目の大頭姫乳をね、樋口さんのところでちょっと迎えてきました。今年生まれの子供ということでね、でその中でもちょっと尾がちょっと長めなやつを選んできたので、まあオスになったらいいなと思いながら、選別して持ってきました。大頭姫乳もかなり数がいてね、まあ、筋首の方が今人気なのかもしれないですけど、まあ、僕は大頭姫乳が今すごい来てて、まあ、まだ2匹しかいないんですけど、今後ねちょっと数を増やしていこうと思っていて、中部とミシシッピ大頭姫乳を、まあちゃんとペアにしたりしてね、今後いろいろなんかできてきたらいいのかなと思っています。で、ちなみに今日のカメはね、まあ、ずっと紹介が遅れましたが、これがまあ、言うとすごいややこしい話なんですけど、昔イバーソンイシガメっていうね、カメがいて、これはハイブリッドであることが分かってしまったんで抹消されてしまったんですけど、南イシガメとね、ミスジハコガメのハイブリッドで、こいつがなんか甲羅がすごい赤くなるっていうことでね、あれだったんですけど、かっこいいなと思うカメだったんですけど、それにね、ベトナムの、南イシガメがかかってるっていう、感じです。で、ここのかかってるベトナムの南石っていうのは大陸南石とちょっとね、だいぶ形が違う亀なんで、まあ本当ね、ベトナム南石が 50%、 大陸南石が 25%、 ミスジハコガメが 25% っていう、まあ、割合のね、ちょっと甲羅が今ね、乾燥してる部分が汚くなっちゃってるんで、これもなんか塗った方がいいのかもしれないですね。水から出てた分がちょっと汚くなってましたね。久しぶりにちょっと池から出してみると、あ、こんな感じ、育ってはいるけど甲羅がちょっとダメージを受けてしまっているんで、まあちょっとどうにかしてやらないといけないなと思っています。っていう、まあ面白いカメなんですけど、やっぱりハイブリッドの弊害か、甲羅がちょっと形がおかしくてね、ここの部分が下に置いちゃってるんで、多分メスなんですけど、これ卵持っても甲羅の間が狭すぎて埋めないと思うんですよね。だから構造上欠陥が出てしまっているようなカメです。ただまあイバーソンの血が入ってるっていうね、当時イバーソンって結構な数入ってて、昔のなんだカメカメフェスタかなんかの本を見るとイバーソンとかがね、賞を取ってたりするんですよね。だそんなような時代もあった時にね、結構来ていたカメの、まあ、結構は来てないのかな、そのカメのね、血を引いているので、まあちょっと面白いかなと思って、すごい前、もうこいつ多分うちに来て8年とか、そんぐらい経ってると思うんですよね。8年くらい、でも最初はあんま大きくならなくて、これダメかなと思ってたんですけど、ここ最近ね、
ちょっとずつ伸びてきて、やっとこのサイズまで育ちました。まあほんとちょっとちっちゃいですよね。まあでもこういうわけのわからないカメがね、世の中にもちょろっといたりするんで、まあ、僕はねこういうちょっと変なのは好きなんでね、大事に飼っています。まあ大事にしてるのかどうかちょっと怪しいですね。甲羅を見るとね、大事じゃないじゃんって言われてもしょうがないような感じなんですけど、まあ、ちょっと多頭飼育で甲羅の上にねカメとかガスガス乗るんで、それで傷がついてしまったりしているのもあるかもしれないですね。なんでまあカメの人はハイブリッドを結構嫌う方多いんですけど、お隣中国だとねダイヤモンドバクテラピンとチズガメのハイブリッドとかねすごいのがいたりするんで、いやあの箱ガメのね、ハイブリッド、セラータうちにもいるんですけど、モエギとヒラセのハイブリッドね、あれみたいなかっこいいのもいるんで、まあ、一概に全否定するというわけではないんですけど、ただまあ本当は交雑個体が出回りすぎちゃうっていうのはどうなのかっていうところもあるんですけど、ただあの、まあ、今後品種改良が進んでいく中で、まあ、そういったものがねあのもてはやされる時代が来る可能性もあるのかなっていうのを、まあ、中国がね見せてくれてるのかなと思います。だからまあ完全にねあの人が作っている中でそれはそれっていうんで分けてね野生にも逃がされないっていうような状況であればまあ悪くはないのかなって僕は思うんですけどね。まあ、ただ 100% 以下っていうとまあちょっと倫理的な問題的にどうなのかっていう考え方もあると思うので難しい判断にはなってしまうと思いますが、ただあのすごいかっこよくなっているカメもいるんでね、一概に全部ダメだよっていうのはどうなのかなっていうふうに僕も思ったりしています。そんな感じでね今日もカメっていう感じなんですけど、でまあ今ね泥ガメ匂いガメにハマってるんですけど、まあ泥ガメ匂いガメばかりでちょっとねあのスライダー好きの方とかもいるんで申し訳ないなと思って、まあちょっとこういうカメ、ちょっと変わったカメを持ってみました。でまあスノーもね今こんな感じで、もうだいぶでかくなりました。僕の手が大きいんでね、このサイズっていうのはね相当育ってるかなと思います。包丁で 1,2,3,4,6cm、7cm ぐらいですね。ちょっとお先がおかしいですけど、まあこういうねあの色変のモルフっていうのは何かしら弊害が出やすいものなのでしょうがないのかなと思っています。一応メスっぽい個体をと思って選んだんで、おそらくメスになると思うんですけどね。いや本当なんかあのちょっと僕も前は自信があったんですけど、どうなのかなと、あやべえそう思うんですけどね、うん、まあ今後ちょっとちゃんとメスが確定してくれれば、おそらくゴールドラッシュがねあれはオスになると思うんで交配ができるのかなと思います。今日は天気が悪いんでビカクシダの方もねサンルームこのままやってしまっていいのかなっていう、ね、あとは水をちょっと今日やらないといけないかなと思ってるんで、これからちょっと水やりをしようかなと思っています。まあいろんなね金魚とかも外でバンバン餌食わして、で最近金魚にねあのアメリカミズアブの餌をちょっとあげてるんですよね。ちょっと試験的なものなんですけど、これカルシウム豊富で高脂肪性って書いてある、これジェックさんのやつなんですけど、ミズアブって完全養殖って言われてレパシーとかあとコトルキさんから出てる金魚の餌も確かあったと思うんですけど、あれにミズアブが入ってるんですよね。カメにあげると水性のカメがあんま食べないんですけど、まあ、陸性がちょっと強いカメだったり泥ガメ結構喜んで食べてるんですよね。で金魚に砕いてあげてみたら金魚の食いもめちゃめちゃいいんで、まあ、動物性タンパク質を摂るってことは悪いことじゃないと思うんで、まあ、赤虫がね昨今高くなってるっていうのも含めて考えると、ちょっと実験してみる価値はあるのかなと思って今あげています。で完全にもう本当幼虫の状態でもね握ってやると潰れて粉々になるんでね、それで金魚に食べさせてるんですけど、まあ値段もそんなに高いわけじゃないんで、餌の一つとしてねやってみるっていうのもありなのかなと僕は考えています。まあ、まだ昨日一昨日ぐらいからやり始めたんでちょっとねまだ全然先が見えてこないんですけど、まあ食いはいいなっていう感じですね。なんでちょっと水がますます汚れてしまいましたが、
ドラゴンスケールリューガー、ね、本当ボリュームがまた上がりました。搭載でねこのサイズ、ね、いい感じですね。赤目リューガーがでかくなってるのが全く感じさせないっていう、ね、ここはまあ少数精鋭水槽になってるんで餌をね相当食ってるんでね、やっぱり餌をしっかり食べさせるってこと、水替えをしっかりするってことが大事なのかな。赤目リュウガンも水替え最初気をつけてくださいねっていう話で、ちょっとこなれた水で飼ってますよっていう、ブリーダーさんが話だったんで、ちょっと注意しながらやってたんですけど、ここ最近はうちの、ね、環境に慣れてきたんで、水替えドバッてやってもね、あんまりダメージを受けてない感じというか、まあ普通に全然大丈夫そうなんで、まあ、やっぱり餌と水替えの重要性があるのかなと思ったりしています。まあ、特にこの吉野さんのねドラゴンスケールリュウガンは素晴らしい個体になっているので、まあ今後はすごい楽しみな魚ですね。ということで最後にまあなんかちょっとちらっと金魚を出しただけで申し訳ない、金魚の方が見てたら申し訳ないんですけど、まあこんな感じでね、僕はまあまだ時期的なものでもね、まあ、亀が今時期かというと亀が時期じゃないんですけど、亀の方が、どちらかというと冬場もね、まあうちは温室なんでネタ的にあるのかなと思っています。なんでこの辺をちょろちょろ上げながらやっていきたいと思いますので、またよろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりにします。ありがとうございました。